令和5年2023年5月23日火曜日、戦勝巳の日。蛇は別財天の使いとも言われ、金運を良くしてくれるといいます。巳の日は金運の日なんだとか。そういえば蛇の抜け殻を財布に入れるといいなんて迷信がありますよね。今日ご紹介する5月23日の記念日は、酸化老化をなくすための国際デー、世界カメの日、ラブレターの日、キスの日、チョコチップクッキーの日、リボンナポリンの日、難病の日、骨密度ケアの日、国産省ネギ消費拡大の日、天ぷらの日、乳酸菌の日、不眠の日、不眠の日、不眠の日、踏み切りの日、ひとしを紹介していきます。ぜひ最後までお付き合いくださいね。5月23日は酸化老化をなくすための国際デー。2012年12月の国連総会で制定された国際デーです。老化っていうのは炎症などでできた穴のこと。酸化老化っていうのは主に開発途上国で見られる症状なんだけど、低年齢や栄養不足などで母体の骨盤が十分に発達していない状態なのに妊娠すると、閉塞性分娩って言って、うまく分娩できない状態になることがあります。閉塞性分娩には帝王切開などの対処が必要になるんだけど、そのまま出産しようとすると24時間から下手すると1週間以上かけて分娩することになります。この状態になると胎児の頭などが母体の骨盤を圧迫して、その部分を壊死させちゃって、産道と膀胱や直腸の間に穴を開けてしまうことがあるのです。この穴のことを酸化老化と言います。酸化老化ができると子宮や膣内に尿や便が流れ込んでくることになるからね。慢性的な失禁や不快な体臭に悩まされることになります。また女性のデリケートなところの清潔が保てなくなるので、やがて感染症を引き起こし死に至ることもあります。正直自分がそうなったらと思うとゾッとするわね。実際途上国では酸化老化のできた女性がうつ病を発症したり孤立したりして、経済的な困窮に至る場合も多く、深刻な社会問題にもなっています。酸化老化は帝王切開など予防法が確立しており、専門の外科医による修復手術で治療も可能です。でも発展途上国で栄養状態が十分でない未成熟な女性が妊娠する状況というのを鑑みると、経済的な理由や対面を気にして手術を躊躇する場面が想像つきますね。だからこそ国連が出しゃばるべき案件であり、酸化老化をなくすために意識向上を図り行動を促進するための日として、酸化老化をなくすための国際デーが制定されました。5月23日は世界カメの日。アメリカの非営利団体アメリカントータスレスキューが制定しました。ワールドタートルデイ。トータスなんだかタートルなんだかはっきりしろいと叫びたくなりますが、どちらも対象なんでしょう。ちなみにトータスは陸亀を指し、タートルは海や川に住む海亀等を指します。世界カメの日という名前ですが、国連の制定した国際デーというわけではありません。カメについて知り、カメに敬意を払い、カメの生存と繁栄のための人間の手助けをする日。世界カメの日では世界中の動物園や研究機関などでカメの研究活動やワークショップが行われ、高速道路で捕獲されたカメの保護やカメの火葬などが行われます。実は高速道路に侵入したカメが車にはねられて空を飛び、車のガラスを突き破る事故がたびたび起こるそうです。飛びカメ問題として高速道路では問題にされることも多いのだとか。5月23日は恋文の日。恋文で5月23日の語呂合わせ。1998年に公開された映画ラブレターの PR 用に作られたもので、今は日本記念日協会に登録されているわけでもないのですが、こういうロマンチック枠は根強く支持されるもので、今でもネタにされやすい記念日です。ちょっと気になるあの人に、あるいはパートナーにラブレターを送る口実にしてはいかがでしょう。5月23日はキスの日。昭和21年1946年5月23日、映画20歳の青春が公開されたことに由来します。20歳の青春は日本で初めてキスシーンが登場した映画とされます。ヒロイン役がソファに横たわっている顔の上に、その重い人役が迫って接吻するシーンが大写しにされました。現代ならたかがキスシーンと思われるかもしれませんが、当時としてはベッドシーン並みに刺激的な映像と撮られたのでしょう。話題が話題を呼び、連日満員の大ヒット作となりました。主演の大阪志郎はこのキスシーンについて、接吻とは消毒臭いものでしたと語っています。というのもこのキスシーンを演じるにあたり、唇
唇にオキシドールを含ませたガーゼを挟んでいたから、やっぱりこういうところは潔癖になっちゃうのね。そんな潔癖な倫理観の時代にキスシーンが許可されたことを不思議に思うかもしれませんが、このキスシーンは検閲の結果挿入されたシーンです。この時代はまだ GHQ の統治下にあり、全ての映画が検閲対象となっていたのです。二十歳の青春も検閲されていたのですが、完成した脚本が先に提出されたものと違うと言って差し戻された際にキスシーンを入れるように要求したそうです。何でも日本人が恋愛情愛の面でもこそこそすることなく、堂々と自分の欲望や感情を人の前で表明することが日本人の思想改造に不可欠といった思惑があったのだとか。でもなんとなくお姉さんの妄想だけど、怖い。ジャパニーズピーポー、ベッドシーンの一つもない映画のどこが面白いですか？こんな地味な脚本認めるわけにはいかないね。せめてキスシーンくらい入れましょう、とか言ってそう。キスシーンについては二十歳の青春よりも4ヶ月ほど前にニコニコ大会という短編喜劇映画のプログラムで公開されたスイーツを割れつにキスシーンがあるとされています。22分の短編映画でラストにキスシーンが入っています。でも短編映画で喜劇作品ということもあり、それほど話題にはならなかったのでしょう。社会的に影響があったのは二十歳の青春だったからキスの日に採用されたのだと思われます。5月23日はチョコチップクッキーの日。ホテルダブルツリーバイヒルトンではチェックインの時に焼きたてのチョコチップクッキーをプレゼントします。このおもてなしの心を伝える日としてチョコチップクッキーの日が制定されました。ダブルツリーブランドのホテルとしては沖縄のダブルツリーバイヒルトン那覇が日本最初のオープンとなるので、そのオープン日2012年5月23日にちなんでいます。お姉さんチョコチップクッキー大好きなのよ。クッキー生地を口の中で崩すとチョコチップが舌に残るんだけど、これも甘さを残してどけていって2段構えに舌を楽しませてくれるわ。5月23日はリボンナポリンの日。リボンナポリンはポッカサッポロフードが販売する炭酸飲料。北海道で絶大な人気を誇っていたため現在は北海道限定で販売されております。明治44年1911年5月23日リボンナポリンの前身となるナポリンは北海道で発売されたことに由来。北海道限定って言うけどどこかで聞いたことあるような名前と思ったら、姉妹品でリボンシトロンがありました。リボンナポリンはもともとブラッドオレンジを原料にしていたとされます。ブラッドオレンジは地中海を代表する果実なので、同じく地中海に面したイタリアの都市ナポリにちなんでナポリンと名付けられました。5月23日は難病の日。平成26年2014年5月23日難病の患者に対する医療等に関する法律が成立したことに由来します。患者や家族の思いを多くの人に知ってもらう機会とすることが目的とされていますが、難病患者を支援する法律があるということを広く知ってもらう意義があるんじゃないかと思われます。毎月23日は国産省ネギ消費拡大の日。11月23日が省ネギ記念日なので毎月23日を販売促進日としました。毎月23日は天ぷらの日。もともとは1年で最も暑さが厳しい大暑にあたる7月23日頃に天ぷらを食べて夏バテを乗り切ろうという趣旨だったのですが、せっかくなので毎月23日を天ぷらの日にしちゃいました。毎月23日は乳酸菌の日。乳酸で23の語呂合わせ。毎月23日は不眠の日。不眠で23の語呂合わせ。最近は寝つきを良くするというのを謳った商品が多く出てますね。お姉さんも動画作りがうまくいかなくて睡眠時間を削りがちなところがあるからたまに利用します。毎月23日は不眠の日。京都府が京都府民のために制定、新しい歴史に向かって走ろうということで不眠で不眠の人もしています。毎月23日は不眠の日。語呂合わせね。5月は合恋の語呂合わせにして恋文の日っていうのはすでに紹介しました。毎月23日は踏切の日。もともとは梅雨時になると事故が増えることから6月23日を踏切の日として注意喚起していたものでした。それを毎月に拡大しています。5月23日の記念日は以上となります。他にもあるよというのがあればコメントから教えていただけると嬉しいです。ローカルな記念日、個人的な記念日なんかも募集しています。
今日は誕生日だよっていうのも気軽にコメントしてね。あらかじめ誕生日を教えていただければ動画内でお祝いしちゃったりします。5月23日についてはもう少し続きますよ。5月23日は高橋名人の誕生日。1959年生まれ。ゲームが得意なハドソンの社員。1秒に16連射で有名。いわゆるプロゲーマーの先駆的な人物で、ゲームの主人公にもされてます。5月23日はウィリアム・キッドの命日。1701年66歳没。知略戦火業に行き詰まって海賊に身を落とし、カリブ海を荒らし回るキャプテン・キッドの方が通りがいいかな。キャプテン・キッドの財宝というと冒険探のお宝としては定番なのかな。5月23日はボニー&クライドの命日。単純に凶悪な強盗なのですが、禁酒法と世界恐慌で鬱屈とした時代のアメリカではかなり人気があったそうです。仕事にかかるときは V 型8気筒エンジン搭載のフォード V8 を盗んで調達し、逃亡に使っていたそうです。当時の大衆車の中では最高の速度と加速力を備えていたため、警察の車ではなかなか追いつけなかったのだとか。最後は待ち伏せされて車ごと蜂の巣にされました。5月23日の出来事は、1701年ウィリアム・キッドが公式に処される。1934年ボニー&クライド射殺。1946年20歳の青春風切り。日本初のキスシーン。2017年80歳7ヶ月の三浦雄一郎がエベレスト登頂、史上最高齢。2023年何かある。今日も素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。ご視聴ありがとうございました。この動画を明日も見たいなと思った方は、もしよろしければ、チャンネル登録をお願いします。参考にしたいので、もしよろしければ、この動画が面白いな、役に立ったなと思った方は、高評価を、怒りを覚えた、お姉さんが憎くてたまらないという方は低評価をお願いします。また、お姉さんに付き合ってね。